皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、アマプラタイムでございます。アマゾンプライムビデオで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。今回は音楽ドキュメンタリーになります。 はい。Coldplay, a head full of dreams というタイトルでございます。これはですね、あ、説明文を読み上げましょう。長年にわたり Coldplay のミュージックビデオを手掛けてきたマット・ホワイト・クロスが彼らの華々しい ライブパフォーマンスと独占インタビューに数々の未公開映像を交えて A Head Full of Dreams を制作世界的なバンドコールドプレイを描いた物語の決定版ということでございますまあ私から言わせればデビュー20周年作品という感じですねドキュメンタリーとしてはい これまでの20年間を追おうというものです。はい。音楽ドキュメンタリーであることに皆さんご注意ください。あの、それをよく見ずに、これを見て評価を低くしている人がいます。なので、評価3.5ぐらいです。はい。 なんかライブが見れるんじゃないかと、ライブビデオなんじゃないかと思って見てる人が結構いるんじゃないかなと私は勝手に読んでるんですけどね。はい。ライブビデオじゃありません。ライブ映像は出てきます。ライブ映像は出てきますが、ライブビデオではございません。はい。なので、はっきり申し上げます。コールドプレイが好きな方、もしくはバンドが好きな方、 限定でおすすめします。はい。そんなに音楽は、そこまで音楽はとか、いや別にバンドとかやってないなとかっていう人は、まあ見てもちょっと、まあ成功者の苦悩と楽しみとみたいな、そういう喜怒哀楽、成功者の喜怒哀楽を見せつけられるだけで終わってしまうと思うんで、 あの、評価悪くなっちゃうと思うんですよね。だから、これ以上評価を悪くしないためにも、音楽好き、もしくはバンドやってる。はい。やってた。そういう人にぜひご覧いただきたいなと思います。特にコールドプレイ好きはもう外せない作品だと思います。はい。クリス・マーティン、最高はい。そうですね。クリス・マーティンが世に出てきて良かったと。 思えるような作品でございます。はい。たまりません。はい。私はもうとても感動しました。はい。ということで、えー、今すぐ見れますので、ぜひご覧ください。アマプラ万歳ということで、この配信は以上となります。えー、また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。